オーブンで簡単にできるチキンとポテトのハーブグリルを作っていきます。つけて焼くだけなので、忙しい時にもちょっとしたおもてなしにもとてもおすすめの一品です。この動画では美味しく作るコツ3つご紹介していきます。1つ目、鶏肉の下処理。2つ目、塩加減。3つ目がグリルにぴったりのハーブのご紹介をしていきます。ぜひ最後までご覧ください。それではいきましょう。材料はこちらです。鶏肉の下処理からやっていきます。で、鶏もも肉はしっかりと水気を取って臭みを取っていきましょう。そして下処理をしていきます。この鶏肉はね、割と綺麗なんですが、取り除くところは3つあります。身から出るこの皮の部分、そしてここに出ている筋の部分と、もう一つはこの肉と肉の間に隠れているこういった白い塊、こちらの3つをね、きれいにお掃除してください。これをやるとやらないとね、食べた食感も違うし、臭みも取れますし、こういうシンプルな料理だからこそ丁寧に下処理をするようにすると、より美味しく仕上がります。ではちょこちょこやっていきます。でも結構綺麗だね、これね、このね、このここの部分ね。はい、下処理できました。はい、そうしましたら、これ大きさはもうお好みなんですが、今日はちょっと大きめにしたいので4等分に切っていきます。だいたい同じぐらいの大きさになるようにしてください。では下味をつけていきます。2つ目のポイントの塩加減なんですが、お肉にね、効かせる塩はちょっとね、強めに入れていきます。お肉1枚に対してだいたい小さじ2分の1ぐらい、しっかりと塩をつけていくことによって、お肉の旨味をね、ググッと引き出して、美味しいグリルチキンに仕上げていきます。では先に全体にしっかりと塩をつけていく、しっかりなじませていきます。はい、そして胡椒です。調味料を入れて漬け込んでいきます。はい、ではまずオリーブオイル、そしてレモン汁で、ニンニクです。ニンニクはチューブのものでも、生のものをスライスしていただいても大丈夫です。すりおろしでも OK です。そして今日の3つ目のポイントです。お肉にぴったりのハーブなんですが、ローズマリー、とってもおすすめです。こちらです。はい、このローズマリーはグリル料理にね、ぴったりなハーブで、お肉にね、こう爽やかな風味をつけてくれます。チキンだけじゃなくて豚肉などにもね、ぴったり合うので、入れると入れないじゃね、お店のようなこの香りの違いをね、感じるかと思います。一緒に漬け込んでいきましょう。で、こちらに先ほど塩でしっかり下味をつけたお肉を入れて揉み込んでいきます。ローズマリーはちなみにオイルと相性がいいので、今日はここで一緒にオイルとなじませて味を入れていくんですが、ローズマリーオイルといって、こうオイルにローズマリーをつけておくんですよ、一晩ぐらい。そうするとそのね、オイルの香りがとても美味しくて、サラダのドレッシングとか、あとマリネとかパスタにもね、ぴったりなオイルに仕上がるので、ローズマリーオイルもね、皆さん覚えておいてください。はい、ではしっかりと揉み込んで味をつけます。で、このまま冷蔵庫で30分から一晩漬け込んでください。明日出すよっていう時はね、もう朝に漬け込んでおいたりとか、前日に漬け込んでおいて、ここまで準備しておくと後で焼くだけなので、とても簡単です。そして合わせて焼くじゃがいもも切っておきましょう。これは焼く直前で大丈夫なんですが、いっちゃいます。で、今日は私新じゃがを使ってるので、丸々皮をついたものを使うんですが、普通のじゃがいもだったらこうちゃんと芽を除いて、気になる方は皮を除いた方がいいと思います。ではじゃがいもも大きめの乱切りにしていきます。で、じゃがいもは水にさらしておきましょう。それではお肉漬け込み終えましたので、こちらオーブンで焼いていきたいと思います。オーブン皿に置いていきます。こういうね、ボコボコしたものがもしあれば、そういったものを使ってください。このね、つるんとした鉄板でも大丈夫です。はい、鶏肉乗せる前に軽くオイルを振って、皮をね、美味しくパリッと焼きたいので皮を上にする。で、オーブンのこの加熱の関係上、あんまりね、こうくっつけない方がいいですね。ちょっとある程度離して、全部のお肉に熱が均等に伝わるようにしていきましょう。漬け込んだローズマリーも一緒に焼いていきます。漬けた液もタレも一緒につけちゃいましょう。
はい、そしてじゃがいもです。じゃがいもも水気を取ってください。そのまま一緒に同じくこれも均等にばらけるように並べていきましょう。で、今日はじゃがいもなんですが、お好みの野菜で大丈夫です。ズッキーニとかパプリカとかでも美味しく仕上がります。あと玉ねぎとかでもいいですね。で、じゃがいもにね、こう味付けが入ってないので軽く塩を打っておきます。そしてちょっとだけオイルも回しておきます。はい、こんな感じに乗せました。そうしましたら200度で予熱したオーブンで焼いていきます。はい、予熱完了しております。では焼いていきましょう。ではこちらをこちらで様子を見ながら焼いていきましょう。ひとまず20分焼きます。スタート。はい、ということで無事に焼き上がりました。じゃーん、美味しそう。いい感じに焼き上がっております。はい、ということでこちらでチキンとポテトのハーブグリルの出来上がりです。それでは早速いただきます。うん、いいね、美味しそう。美味しい。ローズマリーの香りがいい感じです。うん、ジャガイモも柔らかい。すごい甘みを感じます。はい、ということで今日は簡単にできるチキンとポテトのハーブグリルを作りました。美味しく作るポイントはお肉の下処理、そして塩加減、そしてハーブ、ローズマリーを合わせました。ぜひ皆さんも作ってみてください。それではまた別の動画でお会いしましょう。またね。バイバーイ。